前回までのあらすじ、1936年の日本職業野球連盟創立とともに誕生した大東京軍。重役には官僚出身者やそれに近しい立場の人間で固め、慶応出身選手を中心にしたチーム作りという方針を固めていたものの、大物の山下と宮武の交渉はダラダラしてた挙句に両選手を阪急に取られ、主力の堀貞一は病気でぶっこし、監督に至ってはシーズンが開幕していないにもかかわらず解任されるという、とんでもない事態に陥った。大東京軍はこの絶望的な状況を乗り越えられるのか。それでは後編始まります。この番組は、野球雲チャンネルの提供でお送りいたします。あんなこんながあってニッチもサッチもいかなくなった大東京軍でしたが、そんな大東京軍はさておき、1936年のプロ野球についていろいろ書いていきます。創立当時のプロ野球は7球団。今の日本プロ野球のように各地に球団が散らばっていたわけではなく、東京、名古屋、近畿地方の地域にそれぞれ2球団以上が存在していました。東京には読売新聞社が作った東京巨人軍、西武鉄道と貴族院議員の有馬頼康によって作られた東京セネタース、そして大東京軍の3球団がありました。名古屋には名古屋軍と名古屋金庫軍が存在し、名前は似ていますが、親会社は新愛知新聞社と名古屋新聞社と別母体であり、新聞業界でのライバル企業でもありました。近畿地方だと阪神電鉄が作った大阪タイガースと阪急電鉄が作った阪急軍の2チームが創立され、名古屋が新聞社のライバルとしたら、こちらは鉄道のライバルが互いに球団を作った形になります。当時のプロ野球は今のプロ野球とは全く違ってまして、その代表的なものとして、今のように1年間で140試合を戦ったわけではなく、リーグ戦とトーナメント戦で様々な形を取ったシーズンを1936年春夏もしくは1936年と呼ばれています。これには連盟が結成されたことを記念しての試合という意味合いもあったためであり、1936年春に行われたリーグ戦は優勝は愚か順位付けなどは特に行われておらず、1936年の秋シーズンにようやく年度優勝決定戦を行うことで優勝チームを決定するというルールに変わりました。まずはリーグ戦が行われた春の成績です。ほぼ全試合に負けておりいいところが全くなかった大東京軍でしたが、総当たり制の甲子園大会を除くと、当時強豪だった阪急とセネタースばかり当てられているので、戦力的に少しかわいそうなところもあります。ほぼ全球団にボコボコにされた大東京軍でしたが、唯一負けなかった試合があります。それは5月5日に行われた名古屋金庫軍との対戦でした。この試合金庫軍に初回から4点も取られた大東京軍でしたが、回を追うごとに着々と点を積み重ねていき、7回に追いついた後は突き放されることもなく、ついに敗戦を免れたのでした。この試合で大東京軍の先発を務めた桜井七之助は、10イニングを完投、10本の安打、7失点とある意味いつも通りの投球で奮闘。それに合わせて珍しく打線が奮起したがゆえの引き分けでした。負け続きの戦況でようやく引き分けに持ち込めて一息ついている大東京軍を尻目に、勝てなかった金庫軍は大東京軍と引き分けたせいで、リーグ戦の最多勝をセネタースに譲ることになり、その後も優勝することはできませんでした。シーズンが7月に入りトーナメント制の大会が始まりましたが、他球団との戦力差を覆すことができなかった大東京軍は、東京、甲子園、名古屋のみ大会でも合計26失点しながら8得点のみど散々でした。というわけでチーム成績を見ていきましょう。このシーズンを見る上で注意してほしいのが、巨人と金庫はシーズン中に海外遠征などを行った影響で、他の球団に比べてかなり試合数が少なくなっています。成績を比べるときにかなり不公平さが出てしまうので、今回の動画ではその2球団を省いて5球団で比べてみたいと思います。というわけでまずは投手成績をペタリ。
この年の最優秀投手チームはおそらくセネタースでしょう。リーグ最多勝利で数多くの対戦をこなしていながら、防御率や1試合の被安打数、失点が少なく、特に防御率はリーグで唯一の2点台でのフィニッシュでした。セネタースの対抗馬としてタイガースや阪急が続くイメージでしょうか。それに対して最低は大東京。と言いたいところでしたが名古屋もかなりひどい数字をしており、大東京と名古屋の底辺争いが熱い展開を見せております。リーグ最低の失点数と防御率を記録してしまうほどの投手陣でありながら、それでも勝つことができたのは打線のおかげでもあるでしょう。続いては野手の成績です。先ほど投手はセネタースが優秀と言いましたが、打者成績となると結構見方が難しいです。リーグで最多安打と最多打点、リーグ2位の本塁打の阪急群、リーグ最高打率と1試合平均打点最多、最小失策と攻守のバランスが優秀なタイガース。ワースト2位の打率でありながら最多3塁打と最多盗塁、最高得点数を記録した機動力野球のセネタース。そしてリーグ最多本塁打を記録し、ガタガタの投手陣を支えた名古屋など、各球団の打線に特徴があって見応えがあります。あ、大東京軍？見ればわかるだろ。で、終わらせたいところですが耐え難きを耐え、忍び難きを忍んでお話しさせていただきますと、やはり負け続きなので通算記録などでは分が悪いです。なのでいいところを見つけようと平均だったり確率でいいところを探そうとしました。それでもいいところが何もないのが面白いところです。大東京軍の特徴は、とにかく長打が少ないというところです。現代風に言うとアヘアヘタンダマンというやつです。正直言うと長打どころかヒットが出る割合も少なく、チーム打率が驚異の2割強度というクソったれのような低打率で、リーグトップのタイガースが打率3割5厘と比べると見ていられないレベルです。1試合の平均安打が 6.86、平均打点も3というありさまで、佐々木朗希レベルの投手が投げてもなかなか勝ち星はつかないでしょうね。ただ数少ない長所といえる成績が四球数と1試合の平均四球数です。当時は四球や出塁率などがあまり注目されていない時代でしたが、四球数はリーグ3位、平均四球数もリーグ3位なので、選球眼がいいチームと言えるのではないでしょうか。それでは個人成績に移りましょう。まずは打者からペタリ。チーム打率が2割というお話はすでにしましたが、大東京軍の最高打率は、水谷典一の2割5分4厘なのでそらそうよとも言いたくなります。水谷はチームの中でも年長の選手でしたが、チーム内ではほぼ全ての打撃指標でトップを記録し大東京軍の主軸となりました。個人的に面白いのは二塁打を1本も打っていないにもかかわらず、三塁打は2本も打っているという点でしょうか。この時点では若さもあり成績が伴いませんでしたが、後の首位打者である鬼頭和雄は大東京軍に所属しており、チーム内最多盗塁と最多二塁打を記録するなど将来の活躍を予感させてくれますね。長井の後を引き継いだ兼任監督の伊藤も少ない出場数ながらも、打率を3割に乗せ打点も稼いでいます。しかしながらこういう選手は強いチームのサブにいてこそ光るものでもあるので、こういった選手が主力だと難しいでしょうね。それでは続いて投手成績を見てみましょうか。投手陣ですが何しろ年齢が若すぎる。最高齢が20歳の大友和明というくらい経験不足の選手ばかりであり、これでは戦い抜くのは厳しいでしょう。大東京軍のエースと言えるのは遠藤忠二郎でしょうか。最多完投、最多投球回、最多奪三振などチーム1位を記録し奮闘しました。しかしそんな遠藤も含めてどうしても成績がひどいもので、この投手陣じゃ勝てるもんも勝てないと言われてもしょうがないでしょうね。というわけで大東京軍は爪楊枝のような貧弱打線と、隙あらば点を吐き出す投手陣で、プロ野球史に三千と黒光りする、勝率0割0分0厘を記録、その名前を普及のものにするのでした。